明けましておめでとうございますね、2020年1月6日2020ね、第1回目ですよ。新春、新春ね、第1回目だけのアリッチャリスパークですね。いや、明けますしたね。まあね、今年もバリバリやっていこうかなと思ってますよ。正月とかになると本当にね、頭が空っぽになるっていうか、なんか、なんでこうなるんですかね。何にも考えられなくなっちゃって。わかる、だからもう正月を正月として楽しんじゃダメなんだよね。え、どういうこと？だからもう普段だと思わないと。あ、もう開けてもねえぞぐらいの感じ。開けてもない、だって何にも変わってないんだから、世界は。そりゃそうなんだよ。ただ1ヶ月過ぎただけなんだけど、ここであの年度変わりますからって勝手にみんなが言ってるのを、そうなんだよね、夜またいだだけなんだから変わってないんだ。それはなんか理屈ではそうなんだけどさ、なんか抗えない、抗えない、すごくない？人間ってすごいよね、そういうの。抗えない空気がすごくて、なんか空気まで出すんだよ。だから人間がやっぱせーので何かやるってことはものすごいエネルギーが出るんだよね。まあみんなも今ちょうどねエンジンかけ始めたぐらいだと思って、まあまだねぼーっとしてると思うんですけど、去年ね最後がチンポストリームをまたねやらせていただきましたよ、第3回のチンポストリーム、どうでした？いや、良かったんじゃないですか、普通に。もうとても素晴らしい出来で、確かにその内容的にはね、結構過去よりも進歩あったかなっていう感じはしたんだけど、ちょっと一箇所だけね、俺めちゃめちゃ気になったとこあって、なんですか、なんですか。一番最初のお寿司さんのパートの全工場みたいなとこあるじゃないですか、統一平線が消えてのとこ、そこはちょっと早いもうよくないですか、ね、それ早いし抑揚がいまいち乗ってなかったよね。なんかあの統一平線が消えてって、なんかそのさ一個で読んじゃってて、もっとこう抑揚を統一平線が消えて、こう読まないといけなかったんじゃないかなって俺は。うるせえ、すげえこだわる。そん時言ってくれよ。そこがちょっとな、そこ以外は良かったんですけど、どう思います？そんなこだわり。いや、いいんですよ。いや、あれで良かったっていうなら。確かに俺もちょっと早いなと思いました。なんかね、だんだん合ってくる感じ。最初テンポ早いなっていうとこからだんだんいいテンポにね、行ってたんですよ、前回のチンポストリームは。なるほど。あの全工場に関しては2の方が良かったなっていうのは思いました、ね、すげえな。2はね、何回か確か読んでた。そう1回練習してから読もうかみたいな感じで、何回目かだったんですよね、でもなんかやっぱそれ満身なんですよね。そう言ったら確かに俺も満身してたわ満身ですよ、あれぶっつけでさ、3の時は一発撮りだったじゃん。そうそれダメだろってやっぱねなりましたね、本当になんでその時にもうそんなにこだわりがあるんだったら言ってくれ。俺も気づかなかった、全然気づかなくて、あ、いいじゃんって思っちゃったのね、その一緒に撮ってた時は。でも後から聞いたら本当にね、こんなの使っていいのかっていうぐらいあれさ、ゆっくり読むのって、想像以上に、なんかエネルギーがいるんだよね。あ、確かに。だって長いさ、終わりがすごい先の方になっちゃうわけだから、だから怖いんだよ、やっぱゆっくり読むのって。本当はやっぱ急ぎたいんだよね、その道中。そう、もう終わらせたいから。道中急ぎ足になっちゃうんだけど、それをこうグッと手綱を引くのが、やっぱりこの役割ですから。なんで読み人のやっぱりねそこがやっぱスキルなんで。ちょっと分かった、でもテンポ決めてくれ、チンポストリームの工場のテンポ。いや、もう統一平線が消えててもうね、一発だったんだよね、その。あ、そこもう一番最初ね、一番最初の抑揚がついてなかったですね、これは。もうはっきりそうだったから。難しい。統一平線が消えて、そう、消えての後も結構開けなきゃダメなんですよ、あれでもさ、それ書いて
くんね、その楽譜みたいな感じでさ確かにね、もう分からん、もうその時最終ちょっとやっぱりあれでもなんかやっぱりスタジオで2人で入って撮ってたけど、うんうん、スタジオの外から聞かないとなんかね、うんうん、その一箇所になんかね客観視が難しいんですよ。なるほど、ね、目の前で読んでる人の聞いてるとなんかねあんまり客観的に聞けなくて、うん、あと俺も読まなきゃいけないからちょっとその頭にもなってて、なるほど、 100% 聞くっていう頭になってなかったんですよね、あの時。そっかそっか、うん、まあ、じゃあもう次の4回目の時に頑張ろう。これは本当にね、うん、痛恨の極みでした。そこまでじゃあみんなもすぐ忘れるからもうちょっとこれをやっぱね芸能にしていくにはまだまだでも人のなんだから芸能じゃダメなんだまだまだでしたね、ちょっとね3の。それ以外は良かったのかな。ああね、うん、まあ、分量的にもあんぐらいでもねいいですし、あとまあその雨の日はねるさんから送ってもらったパートもかなり良かったし、うん、そうだね、ちょっと今後というか今年か、今年の年末のジンポストリームはやっぱりようやく完成度が次がそうだね、結構楽しみになってくるかな。確かに一回物語としては一回ちょっと油断した、そこからのやっぱクライマックス、そういう回絶対あるからね、やっぱり舐めてかかってのっていう成長がまた見られるっていう回がありますから、これはちょっとね今年の大目標としてやっぱ分かりました気が早い話なんですけどね。というわけでじゃあ今年も頑張っていきますか。いきましょう、ありっちゃありスパーク。マークも決まりまして、決まりました、はい、いやもうね2020年は僕らもうね、うん、もう本当に40歳コンビに本当になりつつあるので、そうだね、もう40を挟むコンビだったね。40年生きた人たちの感じがもうやっぱりどんどんね高まっていくとは思いますけどね、うん、僕がだから39歳今年、はいはい、おじさんが41ですから、41ですね、うん、もう僕厄年なんで今年、厄年です。なんか、うん、よくわかんないんだけど、俺あんまりさ調べてないんだけど、厄、うん、年って何だ、なんかみんな言うけどみんなが決まってる。だから男は41歳 の、うん、の年、うんうん、が厄年。それってでもさ迷信でしょ。迷信ですね。なんで迷信あんなに言うのって思ってる。それを言われたらだってそんなの行事だって全部さ昔から勝手に決まってたから。いやなんか厄年だけさ、うん、急に言わない、なんかみんな別にそんなにさ、うんうん、あの神社とか行ってるわけでもないのに今年厄年だからさみたいな、急にこいつなんか神がかってんなと思ってやっぱさだって何回かしかないんだよ、うん、人間において厄年って、うん、その年になったらやっぱ言いたくなるっていうのがあるんじゃないの。厄年っていうのはその災いが起こるってこと。災いが起こりやすいって。あ、そうなの、うん、まあ、言ったら40年生きてたらね1個ぐらいどっかぶっ壊れてもまあそうなんです、おかしくないかなとは普通には思いますけど。そうだから多分昔のここに置いてるのってなんかずるくない。もっとさずるくないって。いやそういうもんだから、それはなるよっていう、そのなんか可能性高いとこ置いてるじゃねえかって可能性高いところだったからそこは厄年になっただけなんですよ。なんでそんな迷信っぽく言ってんのって思わない、ね、なんかもっと医学的に気をつけるよっていう年にした方がいいんじゃないの。それをじゃあ多分医学がなかったから昔は、うんうん、だけどなんか四十のやつバタバタいかないかって話になってて、うん、でももう医学があるんだから医学的なことなんですっていう。今はね別に何の意味もないんだよあれ分かる、それを言っちゃう。いやそこで胃カメラ飲みますって言うんだったら分かりますよ。あ確かに40で厄払いで胃カメラ飲んできたって言うんだったら分かるんですけど、お払いしただけで治るわけねえのに何を言ってんだっていう気持ちの問題だから。そこで気持ちの問題だったら迷信じゃん完全に。病は気からってだって言うじゃん、医者だって言うでしょ。病は気からはストレスとかあるわけじゃないですか、うん、いや病は気からはそうですでしょ。それ厄払いじゃ解決しないよってなりませんか。厄払うことによって、うん、ことによって何も起きないすげえ言うじゃん。厄払いで何も起きないんだから声大きい
って本当は役払いもするし、うん、それは別に俺は否定してないよ。知ってないの？役払いしない、それはいいんじゃないですかって役払いもするし、胃、うん、カメラも飲んで、そうそうそう、まあ、なんか分かんないですよ、ちょっとね、うん、休養を取るとか体を気遣って、うんうん、って言うんだったら、そこまでワンセットだったら分かるんですよ。なんか神社行って満足してないみたいなさ、うん、そういう空気なんか何の意味もないなと思って だからそれでいいんですよ。満足した、うん、俺行ったからっていう気持ちがプラスになった、これがでかいんですよ。前向きになったってことなんだから。あとあれ何あれ前役、まあ前役です、2回やってんじゃん、なんか前役後役ね。そうそう、あれもちょっと、あれはちょっとね、前後症的なね。なんとなくそのぼやっとしたそこら辺の3年間ちょっとやばいですよっていうさ感じ。あれはなんかその3年ぐらいはちょっと気張っといた方がいい、見張っといた方がいいよみたいなことなのかな。だからまあもういい年なんだから気をつけなはれやってことですよ。まあ最終そういう話なんだろうね。そう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 、それを意識させるがための風習ってことね。そうそうそう、そう、その通りです。なるほど。いや、いいことじゃないですか、めちゃくちゃ。まあ確かに、うん、もう若くないぜっていうことをね。そうそう、だから別に役払い行かなくてもいいけど、役、うんうん、年だよっていうことをこう伝えとくと、うん、あそっか、じゃあちょっと人間ドックでも行こうかなみたいなさ、そういう空気になる。そうそう、そう、だからもう宗教を挙げてみんなそれを教えてくれてるんだから、うん、そうなんだ。そうです、それもでもさ、うん、なんか結構その役とかって割と江戸時代とか多分そういう時からの話でしょ。多分 多分ね、いつからかわかんないですけど、ちょっと変わってんじゃないかなって思うけど。もう確かに、あのこの医学の進歩の時代にちょっと3年ぐらい後ろ倒れてんじゃないのって、うんうん、それはあるね、きっと。間違い、もう3年とは言わず、もう10年ぐらい後ろ倒れてる、後ろ倒れててもおかしくないよねって、うん、でもその検証誰かしてますかっていうことはめちゃめちゃ聞きたい。ああ、それはしてないね、もうずっと同じだもんね。そしたらだってもうただの迷信だからさ、あそこは調整した方がいいんじゃないのって、なんかずっと同じこと言ってるけど大丈夫って。アップデートしてないんじゃないの、その役のアップデートしろよって。うん、そ誰に言えばいいのじゃあそれ。なんか神社のなんかさ、うん、団体みたいなやつの一番偉いやつになんか。めっちゃやばそうね。さあ、これちょっとね、去年からの続いてる話なんですけど、何ですか。はい、もうこの室木お寿司が、うん、ね、あの新作の本も、あ、君たちが子供でずっと言えないけど大丈夫か。俺は言えるよ、タイトルを。君たちが子供である、子供あれすぐ忘れんの。いや、完全に忘れてんの。何回ももう言ってるはずなんだけど、君たちが子供であるのと同じく、同じくという、うん、この新作の方も好調ということでね、うん、皆さんもお買い求めいただいた人もいるかもしれないんですけど、まあ、こういう作家活動をする上でも、うんうん、解明すると、あ、昨年末の回で言ったじゃないですか。言ったっけ、室木お寿司解明。いや、言ってないと思うんですけどね、うん、でそこでみんなにね、うん、募集したんですよ。解明するとしたらどういう名前がいいかみんな送ってねと言って、あ、なんかほど言ったっけ。でも先着1名様の名前にすると、うん、一番最初に来た人、一番最初に来た人のもう名前にするっていうことをね、仮にでしょ、仮にもうはっきりと。はっきりと決意してたんで。いや、はっきりと決意はしてなかったと思うんですけど、うん、まあ、仮にね、一番最初、一番最初の人の名前にもうしますっていう言ってたんで。いや、もう絶対ロックなの来てないでしょ。俺もんで知ってんだよ、うん、正直ね、やっぱね、名前を俺つけるっていう重さをやっぱ全然みんな理解してない、うんうん、いや、それはまだ聞いてないからそんなこと言ってるけど。、うん、いや、絶対。じゃあ、まあ仮の話としてはもう本当にこれ最初に来た人に名前をつけてもらうと仮定してね、うんうん、この今からじゃあ1位の人の名前聞きましょうよ、うん、本当にいいやつだったらマジで考えますよ。さあ、では室木お寿司解明の瞬間が、じゃあここからじゃあもうそれで活動するってこと、近づいてまいりました。あ、長年使ったもう室木お寿司をね、今
本当ちょうどいいですよ。俺教えてくんねんだよ事前に。今日生まれ変わってちょうどこの新年、まあ、第1回目の放送でも変えると。確かに、まあタイミングとしてはバッチリか。バッチリなんで。もうでもう1位の人に委ねるということだったんで。一番最初に来たやつ。まあ1位ってやつをね、速さね、先着1位の人。ああなるほどね。その名前が今決定しました。どんな1位。はい。エイブラハム・リンカーンさん。ちょっとすいません。今ちょっと勘違いしたかもしれないけど。ちょっとペンネーム。1位の人のペンネームが分かりやすい。分かりにくいよ。エイブラハム・リンカーンでした。ちょっとこれはね。この人が送ってきたってことエイブラハム・リンカーンじゃないしね。その人はどう、エイブラハム・リンカーン。いや、それだとしたら本当ふざけんなマジでできるわけねえだろ。面白いかもしんないよ。いや無理だ。エイブラハム・リンカーン室木お寿司改めエイブラハム・リンカーン絡みづらいだろ絶対めちゃめちゃ面白いけど急にそれはだってもうね、著作権的なことはないのかもね、名前だから。ちょっとややこしかったんですけど、エイブラハム・リンカーンさんが送ってくれました。ややこしいな。はいはいはい。すごい、やっぱ初代だから。初代ではない。初代はワシントン、ジワシントン。室木お寿司の新ペンネーム、発表します。はい。ハロー・ホティ。ちょっと言っちゃってごめんなさい。ちょっとごめんなさい。よくわかんない。ハローホティですね。ハローホティ、ハローっていうのを漢字で書いてます。あの波ね、波のハローと、ホテイはあのホテイトライスのホテイ、ホテイ様のホテイ、ホテイ、ホテイ、布袋のホテイ。ハローホテイで、うん、ハローホティ、ハローキティみたいにハローホティ。ハローキティから来てるのか、もうすっげえややこしい。このこいつさ、リンカーンはさ、はい、聞いてた、あのうちらのそのさ解明の時のラジオちゃんと。確かにそうなんですよ。でしょ、この人が1位だったんですけど、うんうん、残念ながら、うん、レギュレーション違反。そうでしょ、言ったよね俺、あの室木は残すって。室木じゃない、違う違う、室木を変える。お寿司は残すと。そうなんですよ、1位ハローホティだったんですけどルールを守ってなかったんで、これに関してはやっぱちょっと採用できないっていうことにはなりますね。あぶねあぶね、ハローハローホティではないってことね。ただ1位ではありました、ハローホティ。ああめっちゃ早かったんだ、うん、なんですぐハローホティを怒ろうとしたの。前からあった名前なのかな、その人の。というわけで、まあ、2位なんですけど実質1位ということで、このなるほどお寿司ルール。ああよかった、唯一あったこのお寿司を残すというルールを当てはめると、この人が実質1位です。お名前、お寿司の名前さん。おお、めちゃくちゃもう、ああもう当てに来てますね。当てに来て、もうペンネームからも当てに来てます。ペンネーム考えることすらめんどくさかったから、もうすぐ送った。すぐ、このやっぱスピードを重要視してるっていう、ね、確かにこともありますから。いいよ。さあではいよいよ室木お寿司解明の瞬間が近づいてまいりました。よし、先着1名に輝きましたお寿司の名前さんの新ペンネーム、子だからお寿司。やだ俺やだ。え、子だからお寿司。子だからお寿司。もうなんかさ、どうですかこれ。いやもうやっぱお子さんが3人いらっしゃるということもありますし、今後その育児エッセイとかも活動していくと考えた時の子だからお寿司、子だからお寿司、なんかさ、なん、うん、なん縁起がいいよこれは。すごい昔のさ、うん、芸人さんというかさ、うん、浅草演芸場、なんかそういう、これは君まろう的な、うん、子だからお寿司に関しては結構イベントとか活動しやすいなと思って。子だからお寿司、やっぱりその子供がね、お子さんできないっていうことで悩んでる方もやっぱ大勢いらっしゃいますから、うん、ただ子だからお寿司ってこのめでたさ、うん、お寿司さんと握手してもらったら、あのその後
子供ができましてっていう人がもしポツポツ現れてきた時の、まあね、確率で言ったらあるからね、神に近づくだからね、神に近づこうとしちゃダメなんですよ人って。意味では子だからお寿司はこの縁起が良さそうなね。縁起は確かにいいね、うん、まあ俺のやってる仕事的にもまあ、合うし、実際子だからにも恵まれているということで、子だからお寿司さん、子だからってもう本当に子だからっていう感じ、子供の宝で子だからですね。ああ子だから、子だからって響きだけでは、まあ苗字っちゃ苗字っぽいな、なんかいろいろ売りやすいですよグッズ、子だからお寿司の回遊福袋、どんどんアンチが増えそうこいつうさんくせえっていうさ、うん、でもやっぱね、その縁起がいいものを取り込んじゃうと、あの反比例する気がするんですよね人生って。ああ自分の人生なんかそう、名前をそういう風にあえて輝かしくしちゃうと、はいはいはい、そっちにその光に当てられて実人生が影になっていく気が、あんこれはするんですよね。なんかもうめでたいことしか言っちゃいけないみたいな感じになるってことね。そうそうそう、縛りも出てくるし、暗いこと言ってたらなんだお前子だからお寿司だパッといけパッとみたいな感じしか許されなくなっていくってことね。そう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 、確かにその危険はあるかもしれない。そうなんですよ、うん、めちゃくちゃ否定ばっかしてますけどね僕。確かにな、いやなんか めでたい名前でいいかなと思ったんですけど、いやちょっとありがたいですけどね、うん、なんかそういう風に言ってくれるのは、いやまあちょっと他にもね送っていただいてるんで、ちょっと他の名前も読んでみましょうか、うんうん、ちょっとここからはあのもう羅列でその解明案だけ読んでいきますけど、ああ、うん、はい、イエーめっちゃホリデーお寿司もう絶対ふざけてるじゃん、うん、あと鹿鳴きお寿司、お俺の鹿を鹿をちょっと取り入れてね、あと鹿鳴館の鹿鳴ですかね、ああそれで鹿鳴鹿鳴お寿司ちょっと言いづらいあかな、涙目お寿司、涙目涙目お寿司、涙目お寿司、なんかああ何か響きはいいね、すごいですね、涙目お寿司、演歌の何か確かに歌みたいな感じで、寿司ぽよ今のなんかあれね、もうちょっとね、絶対そっからギャルっぽい名前で寿司ぽよ、これいいかもな、もう何ですか、おちょんぽん、おちょんぽんお寿司関係なくなってる、おちょんぽん、おちょんぽん、あの YouTuber にいけそうだね、うん、未来ハンバーグお寿司どこ行ったよ、鹿田お寿司、ああ鹿だね、モロお寿司、ああ俺モロちょっとね考えた時あったんです、元お寿司が元冬樹だから、うん、あのモロモロ岡の方でモロお寿司、モロをね、うん、モロ岡さんの方だったらそんなに、うん、あの弟子感出てこないな、うん、これ僕結構すごい分かるなと思ったんですけど、はい、サラマンダーお寿司、なんで何が分かるなんかお寿司さんってサラマンダーに似てるなって、そう本当初めて言われた、サラマンダーっぽいなんか感じあるなって、そうそう、どこら辺がですか、いやなんかちょっと爬虫類っぽくないですかお寿司さん、え見た目が、見た目が、いや俺初めて言われましたけど、ちょっとトカゲっぽいからなんかサラマンダーお寿司合ってるなって、マジで、湯お寿司、湯お寿司、お湯の湯、あ湯お寿司、あなんかあるっちゃありだなそれ、え決定いやいや決定とまではいかないけど、湯お寿司、湯お寿司、室木かなし、あお寿司を取っちゃってるな、あお寿司好き結構出てるな、ウルフお寿司かっこいいっす、かっこいい、うん、あこれ僕おすすめです、はい、ボチョお寿司、あやっぱね、ボチョくん、ボチョくんの流れからの、あボチョお寿司、ボチョお寿司、ボチョひらがなで、ボチョお寿司よくない、カタカナ、なんかちょっとメキシコ感もあってさ、まあボチョ、ボチョお寿司、なんか
陽気なイメージ、陽気なメキシカンみたいな感じで、ボチョお寿司、ちょっとナチョリブレみたいなボチョお寿司、確かにそう言われてみると、うん、あと字面もインパクトというか結構聞いた時に忘れない感じもしますね。ボチョはカタカナですか？ボチョはカタカナですね。ボチョお寿司、ああなんかでもそれはちょっとあれになんか、うん、ちょっと違う媒体でやるときに使おうかな、うん、違う媒体でなんかさ、うん、なんかこうなんか自分の仕事とかあんま関係ないような感じの仕事がたまにあったり、ちょっとテイスト違うみたいな感じのやつ、ああなるほどね、うん、確かにボチョお寿司名義もあっていいのかも、なんか何かで使おってもいいかもしれないな、うん、ピアチェーレお寿司、ピアチェーレお寿司、うん、どういう意味、オスフィシャル、ああ公式みたいなオスフィシャルね、なるほど、ムロお寿司、ムロツヨシがいるからね、やっぱお寿司残しお寿司を残すという、そこをすでに名前にするという、お寿司残し、オスお寿司、オスお寿司か、オス空手部みたいでいいですね、あオスお寿司、黒木お寿司黒木ってなんかね、なんか間違えられるね、たまに、ね、ムロキと似てるから、黒木とムロキが似てる、そう電話越しで間違えられたりする、確かに、じゃあ黒木でも問題ない、まあ黒木でも問題ないですよ、ね、確かに、でも黒木お寿司ってなんかちょっといまいちっぽさがすごいですね、なんかそうかな、なんか なんか受けなさそうな感じすごい、ね、黒木お寿司わかるのか、イカお寿司、あ イカのね、渋谷お寿司、ああ、まあ、僕が原宿だからってことなんですかね、ああ柏村お寿司、柏村、あ何それ、鹿の志の村で、うん、柏村お寿司、かっこいい、かっこいいね、柏村ってかっこいいね、いいじゃないですか、柏村お寿司ってなんかシュッとしてるね、なんか、うん、おしゃれな建築家とかでも、確かに柏村、柏村いいじゃん、柏村いいね、うん、柏村いいにしようかな、え全然これ使うんなら先着の人金取るよこれは金取る、柏村使うなら金取る、誰に払えるの、ガモお寿司、あガモひろしみたいなね、あでもあガモお寿司を送ってくれたね、うん、焼き鳥先生っていう方なんですけど、はい、お寿司さんの名字である室木氏は、うん、大宮国蒲生郡室木省が発祥とのことで、うん、藤原氏の流れを組んだ一族の名字だそうです、へえそうなんだ、うん、だからまあその代々の由来にのっとり、ガモお寿司ちゃんと考えてくれたんだ、うん、藤原家なんだ俺、いや違うよ、何でそうって言ってくれたの、嘘に決まってんの大体藤原家だよみんなね、氷室お寿司、氷室はちょっとね昔考えた時あったな、多い世代ですか、ね、うん、お寿司 OS10 今の時代、いや古くなってるしね、マッキントッシュみたいなね、はいそんな感じですかね、なるほど、だからまあこの中だったらボチョお寿司か、ボチョお寿司ね、柏村お寿司、柏村、いやかっこいいんだけど、うん、かっこよくてどうするって気持ちも、やっぱ40超えたらかっこよくなりたいんですよねこれからかっこよくなってもな、かっこよくというよりかなんかさ様になりたいんですよね、いやちょっと柏村はキザだわキザでいい、キザなんかあの首に布巻いてそうだもん柏村、いや首に布巻くようになるよ、やっぱ首に布巻くなってお寿司が、お寿司が、お寿司は一生パーカーですパーねー、ね、うん、いやでもさ、うん、タモリだってさ、はいはい、なんか多分40ぐらいで森田和義に戻したじゃん、あ森田和義ね、やっぱ耐えられなくなるそうなのなんかあそこまで行ったら関係ないでしょ別に、何に俺こんなことずっと言ってんだろうって気持ちになるんだよね、そうなの、いや絶対そうだと思うの、まあ結局今でもタモリだけど、うん、
うん、まあどうですか。でも、ね、じゃあ傍聴お寿司、傍聴もう買えるなら今日よ、買えるなら今日逃したらもうこれ買えないと思った方がいいかもしれないね。じゃあもう俺決めますわ。あもうじゃあ本当発表します。 OK、 よし来い。私ムロキお寿司はオスフィシャル来い。名前をこだから、こだからお寿司変えません。あしーんもういいよ、滑っても滑ってもいいわね。でも実際その変えない方がいいっていう意見も結構きます。あそうなんだ、やっぱみんな慣れてるから室置を。そうなんだ、慣れとかあるんだね。あなんかさ、うん、あのまあ本当変えようと思ったんです その時はね、うん、でもそれで変えないってとりあえず、うん、あの時に決めたら、うんうん、もうちょっと変えるのがやっぱねそうもうちょっと力がパワーが出なくなっちゃいまして、まあもっとお寿司はちょっとね俺はあの時にな言ってくれたらな。いやそのままの感じで行かせてたらもっとお寿司になってたんですけどね。恐ろしいよね。さすがになんか本心が出ちゃいました、ね、原宿さんがそういうので止めるってなかなかやっぱ本当にやばかったな。でもなんか今聞いてたら、うん、ぼちょお寿司は俺結構好きだなと思ったね。ぼちょお寿司か、覚えやすいなと思って。ぼちょって一回聞いたらもう頭から離れないんだろうなと思って。あ確かにね、うん、結構イラストレーターの人の名前ってさ忘れちゃうんだよね、うん、なんかこのイラスト見たことあるけどこれなんだっけ、わかる、うん、そうなんだね。そうなんですよ、うん、そっかそっ か、 あでもまあ傍聴お寿司はもしかしたら本当になんかどっかで使うかもしれないですね、うん、ああいいね。だんだん傍聴お寿司が強くなっていったらいつか追い越す日が、追い越す室木お寿司を傍聴お寿司が追い越すかもっていうね、うん、その可能性ありつつ、じゃあ今年は室木お寿司でちょっとやらせていただきたい。なるほど、これからも。ありました。はい、小だからお寿司はいつでも行ってくださいね。本当は小だからだったんだもんね。柏村に関しては許可をちゃんと、誰に誰に納めてください。税をちゃんと納め考えてくれた人に、ね、柏村はやっぱ使えないんで。2020年一発目はまあなんとなくアイドリングみたいな感じで、うんうん、来ましたけど、はいはい、またこっからね50数回ぐらい撮るわけですよラジオを、うん、まあ今年もいろいろやんなきゃなんですけど、はいはい、もうイベントね、うん、やろうじゃないかってことで、うん、さっきからおせちさんも本出したばっかりなんで、うんうん、ええ、これに絡めてイベントはやろうと思って今ね準備はしてるんで。そうですね、もしかしたら今月中来月とかにやるかも、うん、でもなんかそれがなかったとしても普通にやりたいですね、うん、そうですね。ちょっとまあ出版のところでできるかどうかちょっとまだ分かんないところがあるんで、うん、それがなかったらもうさ自分たちで会場なんか手配してさ。そうですね、リッチャーリスパーク初のイベントやりましょうよ。そうですね、いいですね、うん、なんか何でしょうかね、コーナーとか、うん、なんかイベントに向けてちょっと一つ作っていくっていうのもありかもしれないですね、これから。もう今結構コーナーもね、うん、いる人だのあの事件だのもあって、うんうん、だからあの事件をおもころライターから募集してみるとかね。あ、なるほど。例えば。なるほどね。それでイベント会場でおもころの人の事件を読む。読む。読むだけでいいんですかね、成立するんですかね。なんかまあいろいろできることはあると思うんで、まあね、確かにちょっとねこうそういうこともやっていこうと、ちょっと前に出ていかないといけないと思うんで。そうだね、今年は、うん、そう、俺あの部屋を借りたんで、うん、ちょっとね新規って、うん、何か新しいことを思いつくように考えますわ、うん、そこで。あ、そっか、
お寿司さんの仕事部屋もあるんだ、うん、そうなんですよ。もう今日そこで撮ればよかったじゃないですか。今日はねないですまだえ今日はまだ借りてないんで、あのまだ部屋が開くのがちょっとまだ先なんで。あ、ないの？まだまだ鍵もらってないんですよね。あ、そうなんだ、うん、え、じゃあ今度からそこで撮れるじゃんラジオ。あそこで撮ってもいいし、うん、あのただちょっとねうるさいかもしれないあの目の前道路なんで。いやまあそんなにでしょ言って。あのまあ音がもし平気なんだったら全然、うん、あ、これはちょっとペース上がっちゃうかもね収録の、うん、時事とかもぶっ込めるじゃないですか。その、あ、そうだね、仕事部屋が近くにあるんだったらさ、俺もあのお寿司さんの家から駅近いんで、まあ、そうだね、そんなとこないもんね。もうすって大変なことが起こったらもうすって集まって、もう M1 とかさM1 見た直後の仕事をM1 見た直後にも感想言うとか、こういうちょっとあの小回りも聞かせていきたいですね。そうそう、今年はもうね、そうちょっとやばいからね。大体結構2週間に1回集まって2本撮りとかしちゃってるけど、うんうんうん、やっぱラジオっていうのは時事も大事なんで、時事性も大事なんで、確かにもうシュッと集まって、うんうん、今週分パッと撮って出そうみたいな、おこのありっちゃりスパークにこれまでなかった小回り。そうだ、小回りくん。なんで急に適当なこと言ったの小回りくん死刑でも知らない。小回り古すぎるしね、 ね、うん、そういうのも仕事部屋お寿司さんが借りてくれたおかげでできるかもしれないですね今後ね。確かにね、うん、なんかそこが結構広めの部屋なんで。あ、じゃあ人も呼びやすいから、うん、またご関さん呼んで相撲会とかもやってもいいかもしれない。全然いいですね、はい、もうむしろ来てほしいですね。あ、よっしゃ、こりゃいいのができたな、うん、こっちの金払わないでいい場所ができた、ね、あまりに使うんだったらもう金払いやと思うかもしれないけどね頻度が高すぎて、ね、はい、というわけで新年第一発目の放送をお送りしました、はい、来週からまた、ね、毎週更新していきますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。というわけで、ありっちゃりスパークでした。ありがとうございました。